ないとできない攪拌とかしっかり詰めて、ね、しかも実践に投入してくるイメージですけどね。あの芸人中のめり込み旋風にロケッパとか、そうそう、はい、さっきあの緊中刑事もねロケッパやってきましたもん。あ、なんかどこ、はい、あ、隔離隔離ました。すご、知らんかった。さあ、そんな藤原さん、最近、まあ藤原さんの場合、あの、なんだろう、仕事が忙しいかどうかで、あの通う頻度が変わるんですが、最近は割とコンスタントにいるイメージですね。藤原さん、いつ寝てんすかね。わかんない。あの、割と今日はどこどこって、あの地方をツイートするとさ、ね、えらい遠い時のイメージが多いけど、気づいたらニュートンいるからな。藤原さんの健康が心配して、僕は。でもほら、背中に安全第一って書いてあるから。安全第一ですか。安全第一ってことは健康も第一にしてるはず。さあ、そんな藤原さんと大平さんですが、まーい、しっかりヒット確認からロケットアッパー、前捨て投げ、よし、あ、現場猫、はい、ダッキング投げ、攻めのバリエーションも豊富ですね。まあ、ちょっとエロい。これはエロい。何今のコパン、前コパン、前コパンですね。前コパン。そんな技あんのって先週もそういえば見たな。まずは藤原ダットリー、今のエロかったね。てかあんなリーチ長いのね、コパンなのに。いや、ね、藤原さんね、とにかくエロい。アバウトに行ったね。とにかくエロいですから藤原さん。なるほど。さあ、そもそもね、このカード結構多分キューボ側がしんどいとは思いますが、かつこのクオリティですから、ね、かつに、ピンタ触れないですもんね。なんか差し返しに中盤ダッキングなんちゃらとかですからね。さあ、しかしここはムーンで切り返し、ジャックマシアバレ、あ、ヒューゴゲージないといい反角ないか。あー、そういうことですか。あ、ないんじゃない。 EX ラリアットも、EX ラリアットぐらいしかないんすか。でもジャックマシなんかガードしてマイナーなんぼだし、多分無理じゃん。いや、ジャックマシはでもそもそも EX 入んないんじゃないですか。あー、でもそうか。あっとっと、わー、あ、これは、あ、あー、ヒューゴは入るんですね、あれ。あらら、大パンで拾えたりみたいなの見ますが、シッパでピヨっちゃうのは切ないね、今のは。さあ、藤原さんリーチですが、うわー、うまく逃げて、あの前ジャックパンを使いこなすのは藤原さんぐらいですか。いやいや、マジで藤原さんしか見たことないわ、本当に。あ、これは、あ、これはやばい。さあ、コンボはジャックマシコンボマンではなかったが、やり直し。ああ、持続から中盤つながってるのか今。これエロいっすよ。ああ、しかも最後はノーキャン。これはいろいろエロかったな。やりたい放題ったこのことですね。